はい、ではこのデバあのルームの中にお一人で2つの、パソコンとスマートフォンとかで入っている方がいるかもしれないので、それは、1つのタブレット、1つのデバイスですね、パソコンだけとかタブレットだけにしてもらうようにお願いします。1つちょっと事務連絡で入れます。お願いします。はい、ではちょっと話を聞いてみましょうかね。2回目のところ、いや山崎浩二選手、はい、はい、どうでしたか2回目のグループトークは。そうですね、みんな自分の夢を持っていて、本当に日本代表を目指す選手が多かったんで、まあ、それに対してしっかりアドバイスすることできたんで、まあ、今後、まあ未来の、日本代表になってくると、はい、思います。はい、ありがとうございます。では野村選手に聞いてみましょうかね。野村かな選手。そうですね、本当にみんなはっきりと明確な夢を持ってて、オリンピックで金メダルを取るっていう選手も男女でいたので、これからの日本は本当に安泰やなって思いますし夢に向かってしっかりみんな頑張っていってもらいたいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。ちなみにご自身の夢はどんな感じで語ったんですか。私ですか。中学校の時にオリンピックに出てメダルを取るって卒業文書に書いてました。おお、素晴らしい。今のご自身の夢は語られたんですか。はい、どんな感じで追いかけたんで了解、ありがとうございます。では、影山選手ミュートこちらで解除しちゃいますね。はい、どうでしたか。そうですね、まあ、野村選手も言ってたんですけど、本当にみんな明確な、はい、目標を持ってて、すごいもうなんか感心しました、こっちがご自身の目標というか夢も語ったんですね。はい、語りました。どんな感じか、はい、ここでも共有してもらっていいですか。お、東京オリンピックで金メダルを獲得するです。おー紙に書いて準備してくれたんですね。はい、吉岡君が指でいいねしてくれてます、ありがとうございます。そういう反応がいいと、国金君もありがとうございます。そういう反応があるといいですね。はい、あ、そうですね、せっかくですね、皆さんが、準備してきてくれたので、紙に書いてきてくれた皆さん、ここにこの全体のルームで表示しましょう。スタッフ富田さんの素晴らしいアイディアですはい、ここにみんな出してください、どうぞ。待ってくださいね、私スクリーンショット撮っていきますので。はい、ちょっと待ってください、そのまま次の画面に。はい、いいですね。私の夢は漫画家です。私の夢は小さい子にホッケーを教えることです。僕の夢は最強のミッドフィルダーです。私の夢はホッケーのコーチになることです。いいですね。高橋さんは日本代表のユニフォームを持って日の丸を指さしてます。お、私の夢はバレーボール選手になることですっていう変化球もありますね。これで一通り私がいるところからは、森春奈さん、もう少し上に上げてもらえますか。森春奈さん、画面に映るように、私の夢は桜ジャパン。OK。これで一通り取れたかと思いますので、皆さんありがとうございます。下ろしていただいて大丈夫です。はい。では、選手、参加者の方にも聞いてみましょうかね。丸山花さん、外でずっとありがとうございます。ミュートそちらで解除できますか。ちょっと今ボタンが反応しないので。はい、丸山さんどうでしたか。夢は、私は、はい、
オリンピック選手になって世界から注目される自分にしかできないプレーをすることです。おー、すごい。具体的に細かいところまで。どのグループだったですか？浅井選手のグループでした。浅井選手がすごいいい反応してます。浅井選手どうでしたか？楽しんでもらいましたか？浅井選手の夢はどう語ったんですか？夢は、川村選手と東京オリンピックに出て金メダルを取ることです。イエーイ、イエーイ。さすが。はい、ありがとうございます。いや、またみゆさんがいいねしてますね。あ、永井葉月選手も拍手入れてます。牧野さんもいいね入れてます。すいません、ちょっとですね、これだけの人数をですね、また最後のセッションのために分けてますので、少し、このままお時間いただくので、もう一回ですね、皆さん体が固まってしまうと思うので、少し立ち上がって水分取ったり体をほぐして、次の宿題に向けて準備をお願いします。水分も取ってくださいね。私もちょっと水分取ります。すいません、少しですね、時間が、押しそう。選手、参加者にもう少し聞いてみましょうかね。阿部凛斗くん、ミュート解除できますか？ちょっとこっちが反応しないので。阿部凛斗くん、ミュート解除ボタンありますかね？すいません、ありがとうございます。聞こえますか？喋ってください。聞こえますか？あれ、阿部凛斗くん聞こえます？はい。あー、 OK です。2回目のどんな夢語ってくれたんですか？ホッケー日本代表になること。お、素晴らしい。どのグループだったですか？全ダナ選手。全ダナ選手出てこれますか？ちょっと私の画面いなくてミュート解除して。はい、全ダナ選手、あ、どうでしたか、グループ、2回目のグループトーク。はい、やっぱり本当に細かい夢というか、本当スポーツ専門の栄養士になりたい子とか、明確に本当に夢を持っている子いたんで、本当自分が小学校の頃はやっぱりホッケーの日本代表になりたいとしか思ってなかったんで、すごい細かくてすごいなって思いました。なるほど。かなり細かい具体的なね、プランを描いてる方が多いみたいですね。じゃあちょっと今回ですね、日本代表選手来ていただいてるのはもちろんなんですが、実はサプライズで日本代表監督シギさん、シギアイクマンさんも来てくれてます。シギさん、ご挨拶お願いしていいですかね。シギさん、おはようございます。こんにちは。こんにちは。楽しんでますか、シギさん？はい、楽しい。ありがとうございます。メッセージもすごいです。はい、ありがとうございます。メッセージ、No? Guys, keep enjoying hockey because that's the most important part. As long as you enjoy, you will be able to learn more, to do more, and to achieve more. So keep enjoying and do your best. Have fun. はい、ありがとうございます。中条さん、はい、通訳をお願いします。音声だけで大丈夫。はい、
まあ、今、B さんから言ったのは、ホッケーを楽しむことを続けてくださいっていうことです。それが長く続くのが、マイクマンもすごいいいことだと思ってるのと、まあ、その続けることによって、まあ、成長していくし、学ぶことも多くなってくるし、楽しくもなってくると思うので、ぜひ、こう、ホッケーを、まあ、楽しむことを忘れないでくださいっていうメッセージでした。はい、ありがとうございます。首長さん、しげさん、ありがとうございます。どういたしまして。では、準備ができたようですので、この後最後のグループトーク入りたいと思います。最後は、日本代表選手からの宿題ということで、いろいろお家でできるものもあれば、練習メニューを見せてくれる代表選手もいるかもしれませんので、それぞれグループの中でですね、宿題をもらって今後に生かしていってもらいたいと思います。また、次分かれた後代表選手録画のボタンお願いします。分かれます。いきます。俺らって？聞こえん